気が変わる前に消えてくれないかい？邪魔するならあなたたちも。年越しの祭事で希望の泉の名で知られる美しい泉、その風雅な景観を一人の女が殺気立った目で見つめています。彼女の整った相貌に下劣な目を向ける男たち。しかし男たちは彼女の装いを見て、彼女の左手と左足が鈍く光る戦闘用の義肢で武装されていたからです。重そうな手足から発せられる血生臭い闘争の匂い、それは祭火の前兆。実際に彼女は災いを予期して町にやってきました。好意にしてる情報屋から仕入れた憎き王国がこの町を狙っているという極秘の知らせ。年越しの祭りで人々の警戒心が薄れ、油断している隙を見て一気火星に征服する計画。王国は主戦力である機械兵も作戦に投入するらしく、大規模な殺戮が予想されました。王国の襲撃はいつ始まってもおかしくありません。人々の高揚感が高まるごとに彼女の警戒心は強まっていきます。そこに突然、見慣れない仮装に身を包んだ子供たちが現れ、彼女を取り囲みました。王国の先兵だとはさすがに思えません。子供たちは彼女の義肢を見ても怯えず、朗らかな笑顔で近づいてきました。全部粉々にしてやる。邪魔するならあなたたちも。気が変わる前に消えてくれないかい？邪魔するならあなたたちも。
全部粉々にしてやる。また殺されに来たのか。子供たちが身を包んでいるのはこの辺りに伝わる妖精の紛争とのことでした。戸惑う女に子供たちが話しかけます。今年あなたのお願いは叶いましたか。彼女が答えあぐねていると子供たちは何かを渡そうと小さな手を差し出しました。透き通った小さなガラス玉の中、月明かりを帯びてきらめく泉の水、それはこの町で作られた根付けの形をしたお守りのようでした。そういえば先ほども子供たちが大人に話しかけ何かを渡していた気がします。子供たちは願いを叶える妖精に扮して出会った相手に希望のお守りを渡すという伝統の祭事を行っていたのでした。納得した彼女は、しかしこれから起こる出来事を思い眉を潜めます。私よりこれが必要な人たちがいる。お守りはその人に渡して。差し出された手を遮り彼女は目をそらしました。彼女の願いは王国への復讐のみ。全員を助けようと軽々しく願うことは彼女にはできませんでした。子供たちは悲壮な彼女の表情に戸惑いながらも、来年こそあなたの願いが叶いますようにと妖精の決まり文句を告げて去っていきます。その直後、日付が変わり新しい年を知らせる花火が打ち上げられました。祭りのクライマックスを飾る満開の光、ほのかに照らされた宵越しの街の外から重武装に身を包んだ軍勢がわらわらと姿を現しました。気が変わる前に消えてくれないか。また殺されに来たのか。邪魔するならあなたたちを。気が変わる前に消えてくれないかい。邪魔するならあなたたちも。また殺されに来たのか。
気が変わる前に消えてくれないかい？また殺されに来たのか。邪魔するならあなたたちも。パラパラ夜空に散る花火、肉と骨を散らす火薬の灯火、こんこんと静かに湧き続ける希望の泉、貫かれた大人たちの口から吹き上がる血、街のにぎわいはこの世の地獄に変わり果てました。希望のお守りを握りしめ、ただ願うことしかできない子供たちに重武装の機械兵が殴りかかります。刹那、ギーンと重い金属音が響きました。そこにいたのは兵士の拳を剣で受け止める義士の女。激昂しているのか葛藤しているのか、彼女はどちらとも取れない複雑な表情で兵士を突き飛ばし切り捨てます。彼女は子供たちを連れて近くの家に避難させようとしました。彼女の技量をもってしても子供たち全員を一人で助けることは困難に思われます。せめて親がいてくれたら。彼女の前向きな思考は即座に運命から否定されました。立ち寄ろうとした家の扉から血にまみれた機械兵がぞろぞろと出てきたのです。彼らは絶命した子供たちの親を、その遺骸を、まるで狩りの成果を自慢するかのように夜空へ掲げていました。同時に打ち上がる花火がその光景を盛り上げます。恐怖と絶望に泣き叫ぶ子供たち、機械兵は殺した男女と子供の関係に気づき無造作に襲いかかってきました。彼女は怒りに震えながらも子供たちを連れて逃走を図ります。ようやく町の外へ出て燃え盛る町を振り返り、彼女は覚悟を決めました。気が変わる前に消えてくれないかい？また殺されに来たのか？邪魔するならあなたたちも。全部粉々にしてやる。邪魔するならあなたたちを。うんざりするね。
気が変わる前に消えてくれないかい？邪魔するならあなたたち。女は混乱する子供たちを諭し、物陰に隠します。子供たちは放心してうつむき、お守りに願うことすらも忘れてしまっていました。彼女は子供たちに述べます。さっきのお守り、やっぱり一つもらえる。長年使っていなかった優しい小姉で、かつて彼女が守ろうとした大切な存在に話しかける時のように、そっと弱き者をいたわる声で。彼女はお守りを受け取ると剣を強く握りしめ、再び町へと向かいます。物陰から心配そうに彼女を見送りながら、お守りを握りしめて願うことを思い出した子供たち。まだ小さな彼らから祈りすら奪おうとする。彼女にとって王国は許すことができない存在。しかし今は怒りではなく、芽生えた希望に身を託し、戦いの場へ赴きます。そして数時間が経ち、夜空が白んできた頃、子供たちが張り詰め疲れ切った時、彼女は戻ってきました。彼女の傷だらけの全身と未だ荒い呼吸が凄絶な激戦を物語っています。その手にぶら下げている無数の塊は機械兵たちの首、もう一方の義手にはボロボロになったお守りが固く握りしめられていました。彼女は怯える子供たちへ厳しく強い語気で告げます。私の願いは叶った。お前たちもお守りに願っていい。強く生きろ。見えないものにすがりながらでもいい。希望を失わず希望を生み出せる大人に。彼女は自分自身に言い聞かせるようとつとつと語り、町に背を向け去っていきました。子供たちは溢れ出る涙を止められません。それでも耐え難き悲しみを耐え、お守りを固く握りしめます。希望を握りしめます。